もっとないから現状見ようよって。だんだん自分がやる気になってるんですよ、私。で、サッカーだんだん嫌になってるんです、彼らって。でも、もうちょっと行こうって言ったんです。いや、だまーって言いながら。で、ここだなって分かったんですね。それはね、入り口にふさわしいんですよね。ちょうどそうだな、何してっていう形だね。1メーター少しあるんですよ。両側からですね、またあの、道路牙のように、あの、上でもですね、木と木がですね、この木層になってるんです。ここは、ここは両方の木はね、枝がないんだ。ここを蒸してるんだよ、誰かが蒸してるんだよ。川の下に根っこが下がるの。その木は2本ずっと立ってる。まるでこの市へと行くね、入り口、門みたいな。ここを見たら、でも、川の上下入る。そこを見当てると、じきに気持ち悪いと。人間と箱詰めをね、そこで見たらいいんですかね。何かあったら読むんだよ。それちゃんとこっちを絞ってるから。何かあったら読むんだよ。はい。その、あの、先生って何かね、枝が下、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 高い方じゃ見えるんですよ。うわーって、どんどん行くんですよ。あそこにだろうなって。やっぱり女性アナウンサーで怖いんでしょうね。あの、マイクを通して聞こえるんですよ、声が。はい。今、この枝がありました。今、穴のところで足がはまりなかった。